ご縁をって言って締めたんですけど、ご縁をつなごうと思ったら会うしかないので、もう会うのをやめたじゃなくて、僕は1年間を365日を400日に見立ててるんですよ。その400日のうちの100日間だけは1日に1人会うって決めて、最低年間100人は会うって決めてるんです、新しく。ということで皆さんも100人会えたらいいんですけども、まあ、とにかく年間に新しい出会いっていうのを、まあ、この紡ぎ関係でもいいじゃないですか。でも100っていう数字を目指して会っていくと人生に激変します。今まで自分ではどうしてもなかったことができてみたり、自分が関係ない世界だと思っている世界になってみたりっていうのが変わってきますので、ぜひたくさんの人に会ってください。で、会って好印象を覚えていただく方法が、今日皆さんに伝えた聞かせていただくっていうことなんです。せっかく会ってもその人とご縁がつながらなかったのは、あなたの聞き方がちゃんと聞いてないっていうふうに相手は思ったから、やっていくと激変します。今日皆さんと出会えたんですけど、僕覚えてるか覚えてないかは皆さんの聞き方でございます、はい、そうすると自分の体にも効果が出てくる聞き方になってくるので、ぜひ会ってください。良き出会いをありがとうございました。